ディフェンダー小林雄三背番号13、ディフェンダー角野裕福背番号6、ディフェンダー近藤直也背番号3、ディフェンダー橋本渉背番号22、ミッドフィルダーレアンドロ・ドミンゲス背番号11、ミッドフィルダー栗澤良一背番号28、ミッドフィルダー大谷秀和背番号7、ミッドフィルダー原田君背番号20、フォワードオジェル背番号35、フォワード北島秀明背番号9、リザーブメンバーです。ゴールキーパー桐方健介背番号1、ディフェンダー酒井宏樹背番号30、ディフェンダー村上裕介背番号25、ミッドフィルダー山崎正人背番号26、ミッドフィルダー田中純也背番号18、フォワード工藤美里背番号19、フォワード林洋平背番号17、監督ネルシーニョ。続きまして、ホームドアのクリムゾンレッドのユニフォーム、ヴィッセル神戸のスターティングメンバーの紹介です。ゴールキーパー福重健太背番号30、ディフェンダー石光洋介背番号25、ディフェンダー宮本恒康背番号14、ディフェンダー河本博之背番号5、ディフェンダー近藤学子背番号23、ミッドフィルダーエジミューソン背番号6、ミッドフィルダーボッティ背番号10、ミッドフィルダー各館長背番号7、ミッドフィルダーポポ背番号11、フォワード吉田和之背番号17、フォワード徳良健背番号27。リザーブメンバーです。ゴールキーパー岸貴秀背番号29、ディフェンダー小林輝明背番号2、ミッドフィルダー田中秀夫背番号18、ミッドフィルダー三原正俊背番号24、フォワード金原和樹背番号9、フォワード大久保嘉人背番号13、フォワード荻弘人背番号21、監督和田雅宏。以上のメンバーで本日の試合に臨みます。